ございます。眉毛見てないの。眠いですね、とても。顔が薄い。珍しいよね、この時間ね。後で割としっかりメイクする時間があるので、とりあえず雰囲気だけ。30分ぐらいやります。50分ぐらい。まで。そう、なんかメイクをそんなにしてないと幼いんですよね。そっちの方が皆さんにとってはいいかもしれないんだけど。花粉症かな。薄い。なんか存在感の薄い顔してる。このさ、この伸びてきた産毛がさ気になるんだよね。ここで分けてるからさ、すごくない？こんなんだったのがさ、どんどんこんな。
今日は。仕事なんですけど、何の髪型にしようかな、何にしてもらおうかな。とりあえず寝癖を直していく。お仕事行くときは、今お仕事ですか？お仕事終わった方多いかも。ああ、ミスミス。お仕事中の方も休日？仕事中の方はどうやって見てるんですか？無音で見てるんですか？いや、でも無音だったらお仕事中ってコメントできないや。こっそり見てんだ。割といつもじゃない。髪型によってね、違うように見えますから。こんな感じです。私の髪はいつもざっくり。若干スペーシャル。そんな気になんないけど、完了。一旦いっかみたいな。じゃあ荷物を。そうそうそう。
校でも割と時間があるので、気にならない感じのビジュになればいいかなって感じだよ。お水飲もう。メイクポーチに入れたいものを選びます。いらない。ペッペーン。メイクポーチ準備 OK。 あとはパックを持ってあ、充電し終わった。で、私のモバイルバッテリーにつけました。カホリン 100%。 カホリン 100% だってちゃいそう。移動中に爆睡しそう。そう、バッテリーにさ、このゆずさんを貼ろうか悩みます。こっちのがいいか、真ん中もうちょっと違う感じのやつをシールプリントして貼ろうかな。なんか謎にこの誕生日のゆずさんがねいるんですよ。かわいいね。このさ、ドラえもんをさあげたんですよ。ドラえもんの中に多分グミみたいなゼリーみたいな寒天ゼリーみたいなのがいっぱい入ってるドラえもんをあげたんですけど、ドラえもん好きそうっていう理由であげたんですよ。そしたら知らないって言ってた全然ドラえもん知らないんだよねって言ってた。
知らないんかいのあのシールです。結構あるそういうことがまあでもそこで覚えるから。一回私が悩んだことがあって、ゆずさんってアーモンド系ダメなんですよ。アレルギーとかだったかな。だからアーモンドミルクとかナッツが入ってる食べ物は基本的にダメなんですよ。でこの間アフタヌーンティーに行くってなった時にお店を選んでたんですね。そしたらこの話したっけ、そのシーズン的にちょうどピスタチオが、あるかないかみたいな感じだったので、そしたらなんかピスタチオ過ぎて悔しいみたいな LINE が送られてきて、文章がその過ぎるっていう意味ってどっちとも取れるじゃないですか。ピスタチオがのシーズンが過ぎちゃって悔しいって意味なのか、ピスタチオ過ぎてどこもピスタチオ過ぎて悔しい、だからどっちだろうどっちだろうか、その取り方に受け取り方によってさ変わるじゃん。なんかピスタチオが食べたい派なのか食べれない派なのかっていうのが、ピスタチオすぎるっていう、ピスタチオがすぎるで変わってくるから、どっちだろうと思って、うん、1日ぐらい返信悩んだもんこれはどっちだろう。だからもうクリスマスですしねって、そんな感じの返信をしたの。そしたらピスタチオが食べれない派、ピスタチオばっか使ってる どのメニューにもピスタチオが入ってるからっていう方で、確かにナッツ系無理だからピスタチオも苦手かと。私もそこまでなんだけど、ピスタチオ食べれない方だから、アーモンドミルクもダメだから、一緒なんですけど悩んだその時は、どっちだろう。
そうそう。じゃあピスタチオすぎる。ピスタチオだらけすぎるっていう方だった。何？食べすぎるの方のすぎる。日本語むずーってなるよね。うん、なんか目もシパシパするの花粉かな。なんかみんな花粉飛び始めたって言ってて、わかんないとか思ってたけど、今日やばいかも。ゆずさんはね、量とかよりオケって使うオケって LINE でも来るし、口でも言う。そう、なんかその言われたらどういう意味だろうってめっちゃ考えちゃうから、そうひらがなのオケ。私ははーいとかわーいとかうん、わかりましたも使うけど、わーいってよく言ってるかも。でも何、みんなが「りょう」とか「オッケー」とか返すところでもう「わーい」つか「明日11時集合で」とか「集合にしよう」とか来たら「わーい」って「はーい」もう使うけど、「わーい楽しみ」みたいな。うん、割とハイのテンション感で使っちゃう。うん、大丈夫、ゆずさんにしか使わないから、ゆずさんは理解してる。限定です。でもメールでも多い方じゃない？わーいって。わーいイエス。ギャルじゃん。うん、眠たい、私も。すっごい目がシパシパするの、やっぱ花粉症だよね。
誰かがなんかゴンチャのチョコのアイスの飲み物が美味しいって言ってた。でも今はおにぎりとかが食べたい気分。おかかのおにぎりとか。お腹空いてきちゃった。おかかのおにぎりのこと考えてたら。うん、おにぎりはおかかのおにぎりが一番好きです。そろそろ終わろうかな。お腹空いてきちゃった。というわけでランキング見ます。1位バババババ、おはよう。2位ミミミ、おはよう。3位チョ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 、おはよう。4位チチチチ、おはよう。6位キキ、おはよう。6位ジャ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 、おはよう。7位タタタタ、おはよう。8位シャ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 、おはよう。9位んイッイ、おはよう。10位ウィウィ、おはよう。11位レレレ、おはよう。12位イイイイ、おはよう。眠いよね。13位、さっ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 さ、おはよう。おはようございます、皆様。お仕事ある方は今から頑張ってください。二度寝しそうだよね。でも大丈夫、うん、起きるから。というわけで、偉いよ、みんな起きてお仕事行って。ありがとうございました。